レアルはスペイン語圏、ポルトガル語圏の通貨。現行通貨はブラジルレアルのみだが、かつては多くの国で使われていた。スペイン語とポルトガル語を日本語がなでは、レアルと音社するが、ポルトガル語の発音はポルトガルでジョル、リアル、ブラジルでフィー、オー、ヘアウであり、複数型はスペイン語でレアレス、レアレス、ポルトガル語でレイス、レイス、 1994年でのみ以降のブラジル新レアルは非一種レアイスである。一般名称としては両言語で O を意味する語で英語のロイヤルと同根である。スペインの8レアル銀貨14世紀半ば、ペドロ一世が初めて1レアル銀貨をサンマラベディとして発行し、以後のレアル銀貨は価値が一定しなかったが、 1497年に34内市32マラベリの価値を一微論カに固定した。8レアル金貨はドルもしくはペソと呼ばれた。1566年に16レアル相当通貨としてエスクード金貨が発行された。1850年に通貨重新貨に伴いレアルが通貨名称として採用された。1864年に 1>, 1レアルイコール10エスクードで、レアルがエスクードに、1868年に0.4エスクードイコール1ペセタで、エスクードがペセタにデノミネーションされた。ユーロ換算は665.544レアルイコール1ユーロである。1380年頃のフェルナンド一世の時代に、120ディニエイロの価値を持つ銀貨として発行された。1854年に、 1000レアルイコール金1 6 2 5 8 5ムとする金本位制が制定されて1891年まで続いた。この頃から1000レアルを略したミルレイス、ミルレースという呼び方が広まり、1000レアルを1ドル000、1ミルレースと記すなどレアルはミルレイスの補助通貨のように扱われることもあった。1911年に1000レアルイコール1エスクードでデノミネーションされた。 ユーロ換算は20万482レアルイコール1ユーロである。中南米のスペイン植民地で使われていたスペイン、植民地レアルが、植民地独立後も各国の通貨として使われた。スペイン本国同様に、1レアルイコール1、16エスクードイコール1、8ペソ、だが、例外的に、ベネズエラでは重心化されて、1レアルイコール1、10ペソイコール1、 10ベネゾラノであった。まだ、ブラジルがポルトガル植民地だった1790年に、ブラジルレアルが初めて導入され、1822年の独立後も、そのまま使われ続けた。1942年に、1000レアルイコール1ミルイコール1クルゼーロで、レアルがクルゼーロにデノミネーションされ、その後もスーパーインフレに伴いデノミネーションが繰り返された。 1994年に2750クルゼーロレアルイコール1レアルでクルゼーロがデノミネーションされて52年ぶりにレアルが通過となった。1942年以前の9レアルとの換算レートは275系9レアルイコール1新レアルとなる。レアルはアラブ世界に伝わりリアルとなった。現在もいくつかのアラブ国家やイランなどで使われている。 オランダ領のキュラソー島では、1793年から1827年まで、スペインレアルに由来するキュラソーレアールが使われていた。ありがとうございます。